すいませんね、まずちょっと謝らなければいけないなっていうのが、すごい久しぶりの6人揃いなのにこんな格好で本当すいません。本当に申し訳ございません。特に赤と青、どこの夏休みの少年そうやな、トッツァン坊やみたいな。すいません、うん、僕の夏休みね、こんな感じでね、あのトークの方を繰り広げていきますんで、はい、短い間ですがよろしくお願いします。ここから上演するマジレンジャー対デカレンジャーなんですけども、はい、まあ、当時デカレンジャーとして出演するのは最後の作品だった、つまりですよ、はい、オフィシャルな、まあ、デカレンジャー全員揃ってっていうのはこれ最後だったんですね。その時の、そうだよね、覚えてますか？9年、覚えてます、覚えてます。どうですか皆さん、あの、ね、僕ね、その作品の内容全然覚えてないから、うん、いや、そう、今日この後見て楽しみたいなっていう、あの髪型に注目してほしいんですけど、はいはいはい、長いのよ髪の毛が。そうだろうね、茶髪で。バカ、長いの一番俺だよ、そうしたら。え、俺が一番長いよ、ある意味そうしたら。この量、いや、今一番短いだろ、これ。誰ですか？どうしたの？どうしたの？誰ちょっと戦争に行ってたんだよ、ちょっと。そういう作品があった。なるほどね。明日放送だよ。よろしくお願いいたします。ちゃっかり番宣してんじゃねえよ。ちゃっかり誰やねん。今日のお昼にですね、ティーンアーズアフターの初号をですね、初号って分かりますかね、初めて見る回、まあ、そういうことです、簡単に言うと、ね、はい、うん、ね、完成したやつを、はい、みんなで見てきたんですけど、ネタバレしない程度でいいので、はい、みんなにちょっと一言ずつ感想なんかもちょっと聞きたいんですけど、あ、なるほど、ね、じゃあどうしよう、剛から順番にいくか。あ、そうしますか、はい、あの本当に一言で言うとデカレンで今までで一番の作品できました、はい、おお、本当に面白かった、本当に面白かったです。これはもう絶対見てほしいですね。思わず髪切っちゃったもんね。そうだね。いや、ちげえわ。あ、そっかそっか。急にそこでバリカン持たねえだろ。あ、今日切ったのかと思ってた。あ、違うか。あ、そっかそっか。はい、まあ、それぐらい面白い。バリカンする。どんなやつだよ、そんな。あゆみちゃんどうすか。本当に面白かったよ。うん、おお。なんかそういう10年後とかなんかこう記念で集まってちょっと楽しんでみんなでやっちゃったみたいな感じじゃなかったね。なんかお祭りだけじゃないよね。本当にみんなちゃんとやってましたから。本当にアクションもかっこよかったし、ね、うん、ね、本当とまあもう子供も楽しめる作品になってました。そうだね、そうでしたね。友和どうですか。いや、もう全てがパワーアップしてて、本当にこれはもう間違いなく新作だなと思います。はい、あのこれ新作としては間違いないんですよ。それは新作なんですよ。もうちょっとあったでしょ、言い方今見るまで疑ってたんだ。ちゃんと喋ったと思ったら消えろうかと。あ、過去の編集だと思った。あ、総集編的なね。あ、まあ、あるかもしれない、ね、使い回しじゃないよ、大丈夫だよ。りゅうちゃんどうすか。いやね、まさかあの人があんなことになって、 あいつとあいつがああなってみたいな、いやー、もう意外な展開盛りだくさんで、で、うん、まあすごいね、面白いなって思う部分と、うん、なんかファン目線で見てもちょっと涙するような作品ではないんですけど、ある種のなんか感動の涙みたいなのはあるんじゃないかなっていう、うんうん、感情をなんかすごい揺さぶられた、うん、そんな47分でしたね。尺までありがとうございます。47分なんですよ、はい、ちなみに47分っていうのはそのデカレンジャー単体の作品としては一番長い、初めてなんですよ、うん、はい、まあ、超大作ということですね、うん、そういうことですよね、うんうん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。菊池さんどうですか。いや、もう言われすぎてこのね、最後の方に喋るのって損だよね。何が。いや、もうみんなが言った通りで、うん、本当にな、私本当にいっぱい泣いたんですよ。泣いてたね、初号を見て、ね、うん、いや、泣くと思ってたの、アフレコでもちょっと泣いたから。思ってたのね。そう、でもやっぱり、うん、たまらなくデカレンジャー好きだなって思いました、改めて。いや、皆さんありがとうございます、ね、こんな、ね、夜遅くに集まってくださった皆さんは私たちと同じようにデカレンジャー大好きな皆さんだと思いますし、うん、ね、本当にありがとうございます。これね、デカ展をね、見てもらわないともう分かんない。そうだよね、うん、うん、で、陽介くんはどうですか。いや、まあ、全くその通りで、まあでもなんていうか、スタッフさん含めてやっぱ 前の、ね、あの作品の時と同じスタッフさんも多くて、うん、もうまさにもうそのまんまデカレンジャーっていう、なんかダサいなこのコピーライト。もうまさにもう
デカレンジャーがそのまま続いてるっていうのが何より嬉しいことであって、うん、あと、まあ、音楽とかもね素晴らしかったです ね、 そうね、うん、いろんなところが注目度があるので、うん、あともうネタバレしたいぐらいの、たくさん、ありますので、うん、ちょっとぐらいはいいと思う。ちょっとぐらい言いたいんですよ、それは。それぐらい、そういう感じなんですけど、うん、ここ禁止って書いてあるので、お前あくまでも忠実だな、おい。台本には忠実にいきますので本当だ、ね、はい、っていう感じなんですけど、撮影中の何かエピソードなんかあったらいいなっていうところなんですけど、皆さん何か ありましたっけ。いや、まず一個お祓いの時にサイネさん面白かったですよね、サイネさんも。それ触れていいの、言っていいの、うん、いいんじゃない、いいの、何々じゃない、いたじゃん、大丈夫、何が面白かった、あ、大丈夫、雑誌の取材とかでも喋ってるみたいな、本当に、はいはい、記事にもなってたんで大丈夫なんですけど、何があった、まあ、お祓いをね、するんですけど、はい、戦隊もので特殊で、それぞれの変身後のマスクを並べるんですよ、面をね、あのカラフルな生首みたいな感じで、そう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 、ちょっと表現が悪かった、本当にこんな感じで並んでたのね、赤とかピンクとかグリーンとか、で風が強かったんですね、うん、はいはい、ちょっと強風吹きまして、ちょっと吹きました、ね、でもなぜかレッドのマスクだけコロコロって落ちただけがねえ、ね、なんでだろう、あれびっくりしたよ、びっくりしたね、他はねうーんって踏ん張る、うん、あの陽介のが一番面白かった、センちゃんがグリーンやばかった、陽介ずっとこんなお面がずっとこうなってるからさ、踏ん張ってたよね、踏ん張ってた、レッドだけ転がってちゃんと転がって、これはもういよいよダメだと思ってすぐプロデューサーのとこ行きましたよ、ね、行きましたよね、本当に撮影するんですかお笑い大事だからね、まあ、うん、まあ、そうしますよと当たり前でしょって言われましたけど、でも無事に ね、まあ、ね、何事もなく、怪我もなく、はい、そうだね、終わって、まあ、本当良かったですね、良かったですね、あのお晴れは何だったんだって話ですね、うんうん、だからあの首が落ちたから逆にみんな気がしなかったっていうこと、どういうことですかね、じゃあ詳しく説明してもらっていいですか、あのお面が代わりに、お面が代わりに、そう、代わりに怪我とか全部やってくれたよっていう、納得はできないですね、納得はできないですね、そこでマルクは収まらない、何だったんだろうね、本当に ね、 ねレッドのお面が一番軽いんじゃない、いやあの知らないよいや、お面の中ってあの、あんこが入ってるんですよ、あの、人それぞれフィットするように、うん、で、はい、デザインとかによって重さが違うんじゃないの、中のあんこの量とか、絶対そう、あんこっていう、なんかあんこあんこって言うと和菓子に聞こえてくるから、ね、そう、スポンジ、そ、その骨が当たるところに、まあ、スポンジを入れてある、私たちもかぶったんですよ、今回、うん、マスクを、うん、でもやっぱりさ、こうフィット感がちゃんとするようにそう、ね、それぞれさ、入れてるんですよ、うんうん、10年経って撮影方法など変わったこと、あ、なんかね、機材とかも変わったし、うん、なんか、あ、マイクの話もさっきしてたよね、あ、そうですね、そうですね、うん、同時で現場にモニターがあった、あ、モニターがありますね、うん、ありました、あ、そっかそっか、ね、フィルムで撮ってたし見れなかったね、うん、当時は撮った絵がチェックできなかったんですよね、はい、現場で、あのカメラマンさんが覗いた絵だけだった、うん、でアフレコで初めて私たちが見るっていう、うん、見れるっていう、でも今、ね、現場でねチェックができる、そうですね、だから当時は、うん、チェックできなかったじゃないですか、うん、カメラマンさんのバインダーでしかあの確認できなかったから、ファインダー、あ、ファインダー、これファインダー、カメラマンのバインダー、そちらファインダー、ファインダー、バインダーはどれ、バインダー、これ、あ、これはバインダーか、ファインダー、ファインダー、ちょうどあったね、ちょうどあったカメラマンさんのバイファインダー、ファインダー、ファインダー、ファインダー越しにしか確認できなくて、すごい失敗したのが、すごい失敗したのが、僕ね、隊員服を着忘れて、うん、あったな、そのまま放送されちゃったのがあって、うんうん、あれ今だったらもうありえないでしょ、うん、モニターがあってたくさんの人の目があればね、うんうんうん、なんで気づかなかったんだろう、そうなんだよ、編集しても監督も気づかなかったんだよ、うん、すごいよね、編集でも気づかなかった、あの T シャツ姿ってことでしょ、 SPD T シャツだったってこと、ね、うん、そう、いやいやいや着られてますけど、ね、今日も何人かね、結構 SPD T シャツ ね、 ね、制服ともね、ほら着てくださってますでしょ、ね、ほんとだ、いい年してありがとうございます、一言余計だよ、余計なんだよ、俺だったらここに来る前にその制服着てくる自信なかったもん、やっぱさ私今日これを着て池袋の街を歩いたんですけど、それだけでちょっとドキドキしましたもんね、なんか大丈夫かなって、若干違和感ないけどね、池袋は、ね、あ、本当大丈夫かな、うん、そう、はい、ここでお知らせなんですけども、はい、V シネマ特装戦隊デカレンジャー10 years after は、うん、10月7日発売でーす、会場でもですね、特典付きで予約を受け付けておりますという、今日、特典付きなの、特典付きらしいですよ、特典って何、何何スタッフ、何あーあーあーそうなんだ、
なんか持ってる、早速なんかゲットされてる。わー、本当だ、すごいすごい。いや本当に今日はお集まりに本当にありがとうございました。やっぱりこの10年っていう時がなせる技っていうわけじゃないですけれども、この思い入れが強かったりとか、やっぱりフォームがあれば帰ってくれるんだなっていうのを本当に思いました。まあ、今日僕もショーを見させてもらって、いろいろな思いが本当に巡って、この10年っていう長い歳月の中でもやっぱりなんかこの作品に対する思いだったりとか本当に蘇って、これを皆さんに届けられるんだっていう気持ちで本当に幸せいっぱいです。ぜひまた劇場で完成披露上映会とかもあるので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。そうですね、本当に10年間思い起こせばあっという間でしたし、それにこの6人みんな役者を続けて今こうやって集まれたことって、まあ、奇跡に近いっていうか、いや感慨深いですね。本当にデカ天っていうのは私たちだけじゃなくて、本当に今日初号を見て最後のテロップでバーって名前が出てくるんですけど、こんなにたくさんの人が携わっていらっしゃって、でもちろんその他にも名前が出てない方も含めたら本当に本当に大きなファミリーで、いやー何にも代え難い宝物だなって思いました。デカ天早く見ていただきたいですけれども、それまではマジデカとかDVD とか、ね、ブルーレイも出ますしね、復習していただいて、デカ天楽しみに待っていてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。そういうものがこう形になったんだと思います。もうそれ以上ない幸せだと思います。こうして、まあ、10年という月日が経って、もう一度、なんてそんな夢の続きを見れるなんて、こんな幸せなことはないなと噛み締めてですね、ちょっと行きたいなと思いますし、今日初号見ましたけども、もう何回も見て、僕も何回も見ちゃいたいというか、なんかファンの一人として、大切にしていきたいなと、大好きな僕のデビュー作なんで、誇りに思っています。本日は本当にありがとうございました。それまでやっぱこう見るまではやっぱ不安もあったんですね。でも見て本当に、先ほど見ましたけど本当に面白かったので、これを皆さんに早く届けたい。それでここに来るまでね、本当にこのなんていうんですかね、この映画館、この辺だと一番でかいということで、大きいので、お客さん入ってくれるのかな、みんな来てくれるのかなと思ったんですけど、これを見て、また不安が一つ減りました。あとは本当に10月7日発売の DVD を見てもらうだけだなと本当に思ってまして、で見てもらったら絶対後悔しませんので、絶対見てよかったと思える作品になってますので、皆さん10月7日までイベントとか、また僕ら地方回っていきますけども、それを楽しみに、皆さんと共に、楽しい時間、10月7日までのね、期間を迎えたいなと思ってます。本日はどうもありがとうございました。で今日ショーを見させてもらって、すごく満足しました。やってよかったなって心の底から思いました。ただ人間というのは強欲でですね、この作った作品をより多くの人に見てもらいたいなと今こうして思ってるわけです。今日はデカ天の出陣式だと思うんですよね。今日はデカ天は上映ありませんけれども、こうして集まっていただいたコアのファンと一緒にこれからデカ天を盛り上げていくために、皆さんのお力を借りて頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、では一番左なんですけど、ムービーになりますので、ちょっと皆さん手を振っていただいてもいいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、ナンバーワンイケメン、はい、あとムービーもう一箇所あります。